スプラトゥーンさんスター前夜祭の動画になります。いやー S 面白かったな。武器は若葉シューターしか使ってなかったけどかなり楽しめたぞ。あのなんだっけスペシャルだっけ、あのバリアーがついてるビーコン強すぎじゃないか。あれはマジで強かった。適当に置いておくだけで盾になるし、序盤の混戦の時に必ず使えるからマジ有用。縄張りバトルは序盤が一番好き。こうやってゲージ溜めつつ相手を迎えつ準備するとこ、個人的には最初に最前線より少し後ろをしっかり塗っておくと良いと思う。柔軟に動けるようになるからな。あと濡れるところはとりあえず塗っておいた方がいいぞ。塗っておけばとりあえず相手の足止めになるからな。正直もっと別の武器とか触っておけばよかった。弓みたいなやつとか、いろんな新スペシャルとかも使ってみたかった。一番変更があったのが多分スペシャルだと思ったね。ドリンクみたいなやつはかなり斬新だったね。パワーアップだからな。製品版も順調に発売してくれることを願う。それは大丈夫でしょ、任天堂だぞ。まあ確かに。あと個人的に好きなのはチームが勝った時チームメイトが並んでポーズするところ、あれなんかいいね。スプラトゥーンでもしてた気がするけど、何かこうあるんだよ、何かが。サイですか。ここ芋ポジにゴム投げ入れるのも好き。枯れた時は最高なんじゃ。枯れてませんが、そんな時もある。あと縄張りバトルで押し込んでいくのもとっても好き。貫通してる感があってとても良い。ふーん、わからなくもない。あ、そうだ、一応ご覧の皆様にお伝えしますが、神プレイのような皆様の参考になるプレイングは一切ございません。天才はゴミの中からでも宝を見つけるかもよ。一理ある。ちなみに皆さんは今回どんな武器を使いましたか？私はさっき話した通りほぼ若葉でやってました。使ってない人は使いやすいのでぜひ使ってみてください。キルムーブするには向いていないかも。初心者におすすめ。今思ったんだけど、たった1日しか体験版遊べないから普通に遊びたくても遊べない人もいたんじゃないか。あ、神ゲーでしたよ。とりあえず前作以上になってくる予感がします。マップが広すぎず狭すぎずでいい感じ。今やってるこのマップの広さはとても良いと思います。戦況の方は爪の状態ですな。この状態を維持するの好き。これ相手から詰められてもあまりイライラしないんだよね。なんとか突破しようって気になる。個人的に相手が詰めてきたらしっかり足場作ってから突撃した方がいいぞ。足場は命。そういえば皆さんはジャイロオンでやっていますか？私はジャイロ少し苦手なのでやってません。どっちが多数派なんじゃろな？あれいつも同じ姿勢でやらないと狂うから大変じゃない？スプラトゥーンは姿勢矯正装置だった？あとスイッチのゲーム大体そうだけど BGM いいね。有名どこしかやってないのに偉そうなこと言うな。対戦もそろそろ終わりが近づいてきたな。ついついもう一回もう一回ってなっちゃうんだよな。わかる。S は、これでラストにしよう。からが長い。3回は続く。ほんとよくできたゲームやでー。2。1。最後の爆発の余韻も結構好き。君は大体何でも好きだね。これはもらいましたな。ドン。よーし。最後のところもいいぞ。右下の表彰も新しい要素だね。ちなみに私はチョキ派閥でした。裕次郎のチョキ最強。ここ一番好き。それでは製品版で会いましょう。